WBC 世界スーパーバンタム級6位福島学28歳。物心つく前に両親が離婚、女で一つで兄弟を育ててくれた母明子さんの苦労を見てきた福島は、中学3年間は新聞配達を、高校時代は授業後スーパーでアルバイトをして家計を助けました。母から小遣いをもらったことは一度もない、お袋にだけは負担をかけたくないと思っていた、しんどいと感じたことは一度もないと福島は振り返ります。高校2年の時読んだ漫画はじめの一歩でボクシングに興味を抱き、その後1年間は片道2時間かけて福島市内のジムに通いました。母に楽をさせたい、今さら野球やサッカーのプロにはなれないけれど、ウエイト別で戦うボクシングならプロで勝負できるのではないかと考え、福島はプロボクサーを志しました。高校卒業後、東京足立区の JB スポーツジムに入門、94年12月にプロデビューを果たしますが、最初の4戦で2勝2敗とプロの壁を痛感します。しかしかつて逆転の直人と呼ばれた高橋直人会長や、怪我のため自らの夢を果たせず引退した山田武史トレーナーの指導のもと、素質を開花させた福島ジムにとって初めての A 級ボクサーとなり、おととし2月には15連勝で日本タイトルを獲得、初めてチャンピオンベルトをジムにもたらしました。その後2度目の防衛に失敗、世界ランカーとの試合での敗北など回り道はありましたが、ついに今日世界タイトル初挑戦のチャンスをつかみました。普段の練習には一切口を出さないというジムのオーナーで、はじめの一歩の原作者森川ジョージさんもいつも通り福島のセコンドに入ります。地元郡山からやってきた大応援団で埋まったリングサイドには、息子の体を気遣いながら試合のたびに必ず上京してくる母明子さんの姿も見えます。今できる親孝行をと、福島は試合の翌日晴れた顔で東京都内を案内したこともありました。日本タイトル獲得後にプレゼントした京都旅行では感激した母の涙を見せました。日本一の高校息子が今世界一の高校息子になろうとしています。母の見つめるその前で世界タイトル獲得なるか、福島学です。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー48戦44勝31KO、 122パウンドメキシコ、 WBC 世界スーパーバンタム級暫定チャンピオン、オスカー・ラリオス。タイトル初防衛なるか、オスカー・ラリオス。青コーナー挑戦者、27戦22勝16KO、 122パウンド JB スポーツジム所属、 WBC 世界スーパーバンタム級第6位福島学。28戦目で掴んだ世界タイトル初挑戦、ランキング6位福島学。あ、これがお母さんの明子さんです。リングサイドで息子の勇姿を見つめます。なおこの試合は共に100戦以上のキャリアがあるデュエイン・フォードとルー・フィリポ、そして65歳のゲイル・バンホイ、アメリカの3人のベテランジャッジが採点します。そしてレフリーはネバダ州リノから初来日、12回目の世界戦となります48歳ビクター・ドラクリッチさんです。今リング上ではレフリービクター・ドラクリッチによります試合前の最後のレフリー注意が行われるところです。なお昨日行われた計量では、ともにリミットちょうど122ポンド 55.3キロ、2人とも1回で計量をパスしています。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンラリオスの初防衛戦、世界初挑戦の福島学、タイトル獲得なるんでしょうか。レフリー注意は簡単に終わりました。長丁場12回戦、まもなく第1ラウンドのゴングです。WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、青のトランクスがチャンピオンのメキシコ、オスカー・ラリオス、今日がプロ49戦目、一方黒のトランクスが JB スポーツジム福島学、今日がプロ28戦目でタイトル初挑戦になります。まずリング中央がチャンピオンのラリオス、そしてその周りを回っています黒のトランクス、褐色の肌福島学です。浜田剛さん、はい、まずこのチャンピオンのラリオスなんですが、はい、
まあ、いわゆるメキシカンファイターというんでしょうか、非常にこれまでの試合を見ていますと手のよく出る選手だなという印象ありますね。それとですね、はい、打ち合いが好きなんですね、まあ、あの今あ出だしゆっくりゆっくり自分の射程距離まで今詰めてきてますよね。そうですか、うん、それは、まあ、あの福島が今外から外からですから、2,3 発打っているわけですね、はい、それはそれでいいですよ、同じように真正面から打っちゃうと強いですからねこの選手は、はい、山田トレーナーも中間距離ではラリオスは強いだろうという話をしていました。だから 2,3 発打ってはパッと離れるとかですね。それに左に打ってきました。今のミニストレート、だから最初の打ち合い 2,3 発目は福島、はい、あの早い番に打ってますからね、そしたらパッと離れることですね、はい、そうしないとですね、あーっと今のはまともに効きますね。まともにラリオスのパンチを食ってしまいました。第1ラウンド立ち上がり、いきなりダウンを食いました。さあ挑戦者福島立ち上がった。まだ第1ラウンド1分30秒が経過したところ、セレス小林さん、ちょっと来てますね、足にね、足効いてますか、はい、さあラリオスが一気に出てくるか、あまり打ち合わずに動いた方がいいですね、それ動いた方がいい、はい、動いた方がいいですね。あっとまた打ち合わせ、あっと今度は福島パンチが効いた、そしてラリオスが効いた、ラリオスが効いている、さあ激しい試合になった立ち上がり、ラリオス効きますよ、すごい試合ですね。今度は左です、福島の左、両者に口を走ったんだ、今度は福島の顔がのけぞるようなパンチを食いました。いや激しい立ち上がりになりました。ワンツー、ラリオスのワンツーです、ワンツーっと福島も応戦する、まだあの音が効いてますからね。今度はラリオスのワンツー、左右、最後に動いた方がいいですね、はい、福島どうすればいいですか小林さん、サイドに動いた方がいいですね、サイドですか、パンチを打ち終わった時ですね、福島のガードが下がるんですね、はい、あっと右、また右を送った、福島右を送った、あ出てきますね、ワンツーだ、叩きつけるような右、今度は左、ラリオスも力んでますよ、ワンツー、立ち上がりいきなりダウンシーンがありました。チャレンジャーの福島がダウンを切って、ワンツーだ、ワンツーだ、そして左を返すラリオス、さあ第1ラウンド残り30秒になります。今度は左、右、行きたいですね、左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 、効いた、左、効いた、あっと膝がついたか、膝ついたか、これはこれはダウンではありません、ダウンではありません、あ足使って動きたいですね、はい、なんとか動きたい、ちょっと足効いている、ワンツー、効いてますね、効いてますね、なんとか足を使う福島、ラリオス狙っている、ラリオス狙っている、ガード上げて、ガード上げて、残り10秒だ、第1ラウンド残り10秒、さあ懸命にクリンチ、懸命にクリンチ、福島第1ラウンド終了、激しい立ち上がり、いきなり福島ダウンを喫してしまいました。いきなりのダウンシーン、このワンツーからの連打、セレス小林さん、はい、いきなり食ってしまいましたね。そうですね、やっぱ世界戦ということでね、硬、はい、いところにもらったパンチが効くんですよね。ちょっと硬さはありましたか。そうですね、もう少し動いてもらいたかったですね、はい、まだダメージが抜けきれてないんじゃないですかね。さあ第2ラウンドが始まります。そうですね、セレス小林さん、足の動きちょっと注意して福島の見てください。そうですね、どうですか。そうですね、まだちょっと少し、はい、足がちょっとぎこちないのでね、前半ちょっとしのいだ方がいいですね。村山さん、はい、村山さん、ちょっとショッキングな情報なんですが、ですね、倒れたことを覚えてませんね。あ、そうなんですか、はい、倒れたんですかと、はい、いうふうに、まあ、会話はできているので、はい、それほどあの意識は今は飛んでない状態だと思うんですけれども、はい、倒れたことは覚えていませんでした。浜田剛さん、はい、やはりそれだけ福島緊張感もあったんでしょうかね。うん、まあ、その瞬間は相当やっぱり聞きましたからね、だいたい分からないうちに倒されてたっていう場合は結構あるんですね、はい、ですから、まあ、右ストレート、ラリオス右思いっきり打ってきますね。ラリオスもあの振りは大きいですよ、はい、うん、普段より振り大きいですよ。まあ、ですから第1ラウンドの終盤福島のパンチも左フックアウチになりましたからね、はい、あれでラリオス来ましたからね、だからラリオスも大きいんで、あの最初にダウン取ったんで、あー、ツーだ、あのナックアッチをと思って余計に振りが大きくなってますからね、はい、村山さん、はい、赤コーナーラリオスサイドからは、もう相手は効いているんだから待つな、はい、そしてボディを打てと、そういう指示が出ています、はい、ということはもうチャンピオン陣営としては一気に浜田剛さん、のかしとしてしまうと、いうことなんですけどね、はい、だから福島は、まあ、あのちょっと時間かけて、軽くすることですね、はい、さあ左から右だ、チャンピオンのラリオスが出てきます。ラリオスも今力んでますからね、それで当たらなくなったら焦ってきますから、はい、焦ってきたらもっと振りが多くなりますからねこの選手は。小林さん、こうして見ていてもやはりラリオスのパンチでもかなりね、かなり大きいですね、これ、ま、序盤をしのげればね、はい、下げるのが見えてくると思うんですけどね。ラリオス持ち合う、福島右のフックを打ってきました。第2ラウンドまもなく2分が経過するところ、
このワンツーは距離を取っています福島。今度は2のボディーブローを打ちましたチャンピオンのラリアス。この辺りでフットワークを使い始めた福島です。今ラリオスの大きなパンチを2回3回とかわしながら、おっとワンツーだ。右ストレートを食いましたチャレンジャーの福島。チャンピオンのラリアス距離を測ります。やはりパンチが狙ってますね、ラリオス狙ってますからね。大きくなっている選手が手があまり数としては出てこないような、ラリオスですよね、ラリオスが、あっと右だ、守るということだけは書きたいですね、はい、第2ラウンドも残り30秒、またワンツーが出てきたラリオス、左を返す。この選手は普段は一発の パンチャーじゃないんですね、はい、狙う選手なんです、連打の選手ですから、はい、だから今一発一発狙ってるところあるんで、リズムを崩させるという方法に切り替えればいいですからね。なるほど、ともに KO 率は 70% を超えます。ただ一発というより連打で倒すタイプの両者、左のフックだ、チャンピオンのラリオス。第2ラウンドほとんど時間がなくなりました。第2ラウンド終了です。序盤はチャンピオンのラリオスの大きなパンチを浴びていますチャレンジャーの福島学ですが、濱田剛さん、はい、なんとかペースを変えたいですよね。そうですね、今ラリオスも一発狙って、手が少なくなってますからね、はい、これを空振りさせると、そしてその間に福島は回復するということが今大事なところですね、はい、セレス小林さん、まだ2ラウンドが終わったばかりです、はい、まだまだ長いラウンド残っていますけれども、そうですね、副将軍まだ回復してないので、はい、ちょっと動いてね、はい、無理に打ち合い避けて、はい、回復を図ってもらいたいですね、はい、さあ試合は第3ラウンドが始まりました。この世界初挑戦、試合が決まってからは試合時間に合わせて午後2時からずっと JB スポーツジムでトレーニングを続けてきたチャレンジャーの福島学、まあ、山田トレーナーがこのラリオスを研究して、で自らもそのラリオスになりきってスパーリングというシーンもありました。村山さん、はい、その山田トレーナーの指示なんですが、とにかく一旦まあ落ち着くように待てと、とにかく右を食わないようにしっかりと距離を取る、はい、そして、左右に体を振る、この辺りをしっかりと遂行するようにというシーンです。お互い中間距離が得意なタイプだけれども、まあ、ラリオスと中間距離で打ち合っては勝負にならないでしょう、だから思い切って離れてというシーンも作りたいと浜田剛さん話していました。そうですね、その場合にですね、はい、ラリオスはくっつくまで、まあ、中間距離になるまで、ちょっとセーブしますからね、はい、そこら辺りで離れた距離から、まあ、2、3発、はい、早いの打てればですね、これでラリオス焦ってきますから、はい、そういうペースに持ち込めたいですね。まあ、実際福島もラリアスの試合は VTR で何度も見ました。セレス小林さん、はい、ただ相手を研究したとしてもリングに上がって実際というのは違うこともあるでしょう。ね、分からないんですが、実際多分合わせてみて、はい、思ったよりも距離が長いんじゃないかと思うんですよね。あ、なるほど、はい、それはラリオスのパンチがそうですね、伸びてきているんじゃないかと思うんですよね、はい、ただ今日のラリオスはですね、1回目に、強烈なダウン取りましたからね、はい、力みがちですよ。そうですね、まだ力んでますか、うん、ダウン、取ったがためにっていうんですかね、あ、なるほど、連打が出ない状態があるんですね、はい、最初の一発の最初に初めて、決めてしまうという状態がありますからね、はい、そうしますと浜田剛さん、はい、ラリオスの方も少し自分のペースを変えようという動きはこれからあるんでしょうか。いや、ラリオスはそれで今狙ってますよね。あ、まだ狙っている、もうこれで大丈夫だという今自信満々ですよね。そう、左のアッパーカット、うん、はい、普段から今の左から右左まで変えますからね、あー、右ストレート、右ストレートを食いました。福島今度は右のボディーブロー、右のボディーブローを打ってます。福島はパンチはもう少し小さくしたいですね。大きいですか、うん、まだちょっと大きいですよ、はい、大きな右を打ってますラリオス。ラリオスがサイドからサイドから、まあ、横から横から振り回しますからね、はい、まっすぐまっすぐ速いパンチ打てれば面白いですね、はい、そうですね、福島君ちょっとパンチの打ち終わりにガードが下がるんですよ、下がりますか、それが心配ですね。ああ、そうですか、そうなりますと相手のパンチも小林さん当たる、そうですね、打ち終わりにもらうパンチというのはすごい効くんで、あ、そうなんですか、それはやっぱ心配ですね、はい、第3ラウンドも残りまもなく15秒になります。前に出てボディを打ちました福島、いいボディですね、しかし左をついてきますラリオス。第3ラウンド残り10秒になりました、ワンツーの福島、ラリオスのパンチは空を切りました。ラリオスも力んでますよ、両者接近して打ち合う、ここで第3ラウンド終了です。今日の両国国技館リングサイドにはこの福島のお母さん秋子さんの姿が見えます。あ、もうなんか息子の試合を見ていられないという表情です。とにかく
息子学ぶの体を気遣いながらも試合のたびに必ず郡山から上京してこうして声援を送っています。4月の試合の後にはこの福島の自宅に泊まりに来まして自分の布団でお母さんを寝かして自分は座椅子に座って、一晩を過ごしたと福島は言いました。さあそのお母さんの見守るその前で第4ラウンドです。第1ラウンドに受けたダウン の, そのダメージというんでしょうか、小林さん、ずいぶん、はい、柔らかくなってあの来てますよ、はい、そうですね、だいぶダメージ抜けましたね、そうなりますと今度は福島が徐々に自分のペースを掴んでいくのかどうか。第4ラウンド立ち上がりです。ラリオス選手、普段はもっとジャブを、ね、はい、多用する選手なんですけど、今日力んでますので、はい、スタミナのロスがかなりあると思うので、あー、なるほど、はい、こう我慢して、中盤以降に、ね、勝負したいですね、はい、あーと右、右送った、ラリオスの大きなパンチ、福島は迷った、右ストレート、迷ったまま打たないことですね、はい、さあお互いのパンチが届く距離になります。村山さん、はい、今の福島の状況なんですが、山のトレーナー、会話はようやくできるようになってきたと、はい、落ち着き取り戻しているんだけれども、まだちょっと記憶ない部分もあるので心配だなと、はい、まだ我慢のラウンドが続くと、はい、話していました。ラリオスの左、さあリング中央です。ラリオスが左を出します。今日がこの暫定タイトルの初防衛戦になります、オスカー・ラリオス。まあ最初の左ジャブ、これは完全に外したいですね、はい、これが当たってる、あ、当たってるとですね、なかなか回復もしきられないところもあるんですね、はい、今度は大きく右を打っていった福島、ラリオス、力んでますよ、狙ってますよ、はい、狙ってますね、こういうパンチというのは小林さん、はい、見えてくるものですか。見えますけど、はい、やはり怖いのは怖いですよね。あ、怖いですか。あ、右が当たった、右当たりました。ちょっと口から血が滲んでいるでしょうか、福島。第4ラウンドも間もなく2分が経過するところ、大きな右を出していきました、チャレンジャーの福島学。左をつきます、オスカー・ラリオス。福島君もね、ラリオスと一緒にパンチが大きくなっているので、はい、もうちょっとシャープにいきたいですよね。シャープにね、はい、はい、ラリオスは今度は右のボディーブローを打っていきます。しかしこれは距離を取りました、福島。福島の左はアームブロック、チャンピオンのオスカー・ラリオス。第4ラウンド、大谷に左を合わせます、オスカー・ラリオスです。まあ、ラリオスは相手が来たら応戦する、相手が逃げれば追っていく、それが自分のスタイルなんだというふうに浜田剛さん話していました。うん、そうなんですね、左をつきます。まあ、その今の左、左ジャブは完全に外しておきたいですね、はい、もう少し福島離れてもいいですよ、まだ近いですか、うん、離れてもいいですよ、はい、あと右当たった、左ジャブ食ってるとああいうの飛んできますからね、はい、第4ラウンドも残り試合時間ほとんどなくなりました。まあ、今見てもラリオス狙いっぱなしの状態あるんで、はい、普段のボクシングとはちょっと違いますよ、ちょっと違いますか、はい、ここで第4ラウンドが終わっています。今リングに入って指示を送っているのが JB スポーツジムの高橋直人会長です。34歳、80年代後半逆転の直人と言われまして、日本バンタム級とスーパーバンタム級2階級を取りました。しかし高橋会長自身が世界戦チャレンジする前に敗れてしまいまして、世界タイトル挑戦はなりませんでした。自分が世界をやってないもどかしさはある、ただ福島にはぜひ取ってもらいたいと高橋直人会長は話しています。あっといきなりワンツーです、オスカー・ラリオス。思ったより手が伸びてきてますね、はい。まあ、浜田剛さん、はい、この高橋直人会長、かつては逆転の直人と ね言われまして、特に右のカウンター、抜群でしたね、はい、あのタイミングは、まあ、ですから第1ラウンドダウンを喫している福島なんですけれども、ちょうどですね、まあ、はい、あ、思いかぶさるというかですね、まあ、ラリオスの振りが大きくなっているんでですね、はい、そういうところを真ん中から打ち込むことができればという希望はありますよね、はい。村山さん、はい、赤コーナーラリオスサイドなんですが、やっぱり単発が気になっているようでして、うん、左でコントロールして上下に打ち分けろ、はい、一発で終わるな、そういう指示が出ています、はい、一発で終わるな、まあ、まさにそういう展開ですからね、やっぱりもう一発で、倒してしまおうという気持ちが1ラウンドのダウンの後がそうなってますので、はい、だからそれで連打するタイミング、連打するリズムがちょっと普段と違ってしまってるんですね、はい。これを福島がいい感じに、自分の感じに持っていけばいいんですけどね、はい、ワンツーだ、ワンツー、左を返した、まずはあの左を外したいですよね、左のジャブですか、はい、さあ福島を打ち合うぞ、
リング中央に戻った左左が当たります。ラリオスあれが当たってるので、はい、リズムはね完璧に乗っちゃうんですよね、なぜ小林さん、はい、福島はこれだけ左を受けているんでしょうか。どう想像されますか。肘から先だけ打ってくるんですよね。肘から先、はい、はい、また左、はい、ですね、予想より伸びてるんですね。伸びてる、はい、伸びてるんですね、だからもう何センチか離れてみるというのも一つの方法なんですけどね、はい、そうですね、あと一歩後ろ下がってもいいと思うんですけどね。一歩ですか、はい、はい、福島は再三左のジャブを受けています。その後大きな右が飛んできます。チャンピオンのオスカー・ラリオス、リング中央に戻りまして、第5ラウンドは間もなく2分が経過するところ、フットワークを使い始めましたチャンピオンのオスカー・ラリオス。また右を突っかけます。左のボディーブロー、チャンピオンのオスカー・ラリオス、左を突く、そして右、また左を突いた。この左がよく当たります。よくチャンピオンのラリオス、ただこれまでのラリオスの試合を見ていますと、はい、あの後もっと回転のいい強いパンチがどん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 飛んでくるというイメージあったんですが、要するに連打型の選手ですからね、はい、ただ一発一発がやっぱり思ったよりも当たるんでですね、狙ってしまうんですよラリオスは。ああそうなんですか、はい、はい、もっとまたちょっと大きな右を出してきたラリオス、これはかわしていきたい福島です。ラリオスはもう決めてやろうというのはあれありですよね。ああそうですか、もうこうなりますと立ち上がりいきなりダウンを取ったチャンピオンとしては小林さん狙っていくと狙ってしまうんでしょうねということになるんでしょうか。そのあたりが福島にとってのつけ入りかもしれません。さあ第5ラウンドもほとんど時間がなくなりました。第5ラウンド終了です。先ほど第5ラウンドの攻防ですが、この左が本当によく当たります。やはりその小林さんが言っていた肘から先の伸びが、ね、福島、まだ感覚として何でしょうか。伸びてくるんでしょうね、はい、試合は第6ラウンドが始まりました。チャンピオンメキシコのオスカー・ラリオス、チャレンジャー黒のトランクスが日本の福島学です。チャンピオンのオスカー・ラリオスはお父さんのホセ・テオドロ・ラリオスさんもライト級でプロ57戦のキャリアがあります。そのお父さんのトレーニングに一緒についていくようになって自然にボクシングを始めたといいます。また右ストレートワンツーを出してきましたラリオス、まあ、子供の頃はお父さんが自分がリングサイドでお父さんの試合を震えながら見ていたといいますラリオス。今は逆にお父さんが自分の試合を震えながら見ているんですというふうにラリオスは言っていました。今日が日本で初めての試合、ボディーブロー福島、試合は第6ラウンド中盤戦に入っています。この回は福島は手を出してきましたよ。あそうですか、うん、はい、チャンピオンのラリオス、そしてチャレンジャーの福島、じりっじりっと前に出るチャレンジャーの福島、距離を詰めていきます。おっと今こういった動きが福島出てきますとね、相手のパンチをかわすような、まあ、ちょっと変則気味ですね、ラリオスをかき回しきれるといいんですけど、まあ、1ラウンド目に効いてしまったんで、そういった動きするとやっぱり足がまたふらつくというのがあったんですね。そうですか、はい、打ちながら回復させるという方法に今、変えつつあるんですよね、はい、まあ、とにかく自分は考えて考えてでずる賢く勝つのが自分のボクシングですとセレス小林さん、はい、福島話しているんですが、そうですね、はい、ボディーブローをもう少し打てると、はい、ラリオス止まると思うんですよね。止まりますか、はい、はい、まあ、確かにこうして見ても身長で 2.6 センチ、リーチで8センチ上回るラリオスのパンチがよく伸びていますが、まあ、福島が言っていたのは小林さん、はい、長身の選手はまあボディーが弱いんじゃないかという話はしていました、ね、ストレートボディーは打ちやすいと思うんですよね、はい、ストレートでボディーを打っていく、ね、またラリオスのパンチ効いたか、ラリオスの右が当たりました。ちょっとバランスを崩した福島、もう少しガードは上げた方がいいですね、はい、また今度はラリオスがワンツー叩き込むような右ストレート。ただ今のラリオスの感じも本来の感じじゃないですよ。強振してますからね、一発でも強く打ってますからね、はい、だから次がなかなか出ないという状態があるんですから、はい、その一発目に初め福島は避けたいですね、しかしその一発目の左を再三浴びるというシーンがまだ続いています。第6ラウンドも残り30秒を切りました。またラリオスの連打、ラリオスの連打、福島も応戦する、右のファーカットを見せるラリオス、
また左から右を出しましたオスカーラリオス、ブルーのトランクス、黒のトランクスがチャレンジャーの福島、左のフックを見せました。第6ラウンド残り10秒を切りました。大きな右は距離を取ります。福島左のジャブをつきます。ここで第6ラウンドが終わりました。12回戦前半が終わった。チャンピオンラリオスが第1ラウンドにいきなりダウンを奪って、チャンピオンペースで前半第6ラウンドまでが終わりました。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、福島学の世界初挑戦、これから後半第7ラウンドが始まるところです。ラウンド7、12回戦の後半です。第7ラウンドのゴングが鳴りました。黒のトランクスチャレンジャーの福島学、ブルーのトランクスが WBC 世界スーパーバンタム級暫定チャンピオンオスカーラリオス、今日が初防衛戦。右のボディを伸ばしていきますチャレンジャーの福島学。あのボディ元打ちですね。はい、セレス小林さんはこの福島普段から付き合いがあるというふうに聞いていますが、はい、あの世界戦が決まった後福島にはどういう話をされたんですか。僕らは36分ですか、はい、36分間ね、もう死に物食いでやればね、人生変わるからっていうことをね、はい、言ったんですけどね、本人もすごい感慨深かったみたいですけど、はい、何でもその小林さんからのその言葉に感激してですね、はい、その言葉を壁に、あと聞いた、ミスルが聞いた、ミスルで聞いた、壁に貼って毎日それを見ていたというふうに福島は言っていました。あ、そうですか、はい、まあ、ですからあとまたラリオスが打ってくる。とにかくこの12ラウンド36分間に全てをかけるという気持ちで戦っているはずです。福島サリング中央ガード上げたいですね、はい、チャレンジャーサイドなんですが、このラウンドからちょっと作戦を変えようという指示になってますね。そうですか、はい、接近をしようと、はい、相手が空振りしたところで、スッと体をつけて、はい、そこから活路を見出していけと、はい、ボディ中心に打っていけという指示です、はい、これは浜田さんどういうふうに解釈しますか。まあ、やっぱり、この状態だと、はい、流れも変わらないし、判定まで行ったりしても、はい、ポイント取られてますからね。もうとにかくダウンを奪われてるわけですからね、だからそれを、まあ、挽回ということですよね、はい。大きな右を見せました福島。ラリオスも左から右、左が当たりました。福島も懸命にセコンドの指示通り距離を詰めようとしますが、左が出てきます。チャンピオンのラリオス、くっつくなったら思いっきりくっつけるとまたいいんですけどね、はい、まあやっぱりくっつこうとすると左のボディーブロー、ね、はい、福島を手を返していきます。ワンツー、ワンツーです。いやでもあれですね、はい、福島よく頑張ったんですよ。そうですね、はい、第1ラウンド立ち上がりいきなりダウンを喫したんですが、その後はラリオスの強打懸命に、あ、今ちょっとお互いバッティングがあったんでしょうか。レフリーのドラクリックさんが前のあたりをチェックしました。さあ福島前に出てくるが、ラリオス手を返してくる。軽いフットワーク、チャンピオンのオスカーラリオス足を止めています。福島ワンツーから左を返した。チャンピオンのラリオス上体を軽く振りたいですよね。上体を振る、はい、正面から正面から入りすぎているので、もう少し思い切ったボディを打ってきましたが、右を返してきます。チャンピオンのラリオス、チャレンジャーラリオスも狙ってるんですよ、狙ってるから、ラリオス振り終わりですね、はい、ちょっとガードが開きますから、はい、そういうところ打てると感覚が違うと思うんですけどね。なるほど、感じが違ってますけどね、はい、そうなりますと小林さん、はい、まだラリオスにも隙はあるんですよね。ありますね、打ち終わりはガードがら空きですからね、はい。第7ラウンドもほとんど時間がなくなっています。ここで第7ラウンド終了です。青コーナー福島陣営です。福島の向こう側メガネをかけているのが、はじめの一歩の原作者でこの JB スポーツジムのオーナー森川ジョージさんです。まあ、森川さんも今週はほとんど心配で仕事が手につかないでしょうということで、来週分までの仕事は水曜日まで全て終わらせたと言います。ジムがオープンしてから9年目で初めて世界挑戦を迎えています JB スポーツジム。そして福島学、お母さんのあきこさんもその福島に対して懸命の声援を送っています。第8ラウンドが始まりました。ワンツーだ、ラリオスのワンツー、今度は左のダブル。ラリオスとしても浜田剛さん、はい、何かそろそろというかなり打ってきています。
だからナリオスはですね、はい、あの1ラウンドにダウン取ったがために、一発一発狙う感じになってしまってますね、ちょっとバランスを崩した福島、だからこれが当たるから余計にラリオスはそうなっちまうんですね、大きなワンツーが当たりました、右ストレート、また左を打っていきます、ラリオス。村山さん、はい、ラリオスサイドなんですが、打ち終わりにカウンターを狙っていけと、はい、そして左を強く打って、はい、そういう位置が出ています、左を強く打て、あの確かにその左のパンチ、よく当たっています。チャンピオンのラリオス、今度は左、そして右を打ったラリオス、かなりワイルドなパンチを打ってきます、チャンピオンのオスカー・ラリオス。今年の5月17日に、その試合の15日前に急遽決まったという暫定王座決定戦でイスラエル・バスケスを破りまして、このタイトルを手にしました。まあ、ですからその時にはほとんど浜田剛さん、はい、1週間ぐらいの調整で暫定王座決定戦に出たというラリオスなんですよね。あのこれが逆にあの感じでいったんですね、はい、そのラリオスが激しく手を出しています、まあねはい、あと調整だけで、ほとんど力もなしにそのままリング上げたというのがありますよね。なるほど。さあ右ストレート、ラリオスが打ってくる、強引に打ってくる、ラリオス、ラリオスが強引に打ってきた、ラリオスも強引に打ってきた、ラリオス来ましたね、ラリオスが来ました、ね、ラリオスが強引に手を出してきた、しかし福島倒れない、ラリオスも振り大きいですよ、はい、村山さん、はい、青コーナー森川ジョージオーナーなんですけれども、とにかく、まあ、最初はびっくりしたけれども、はい、よくやっている、はい、絶対あいつは諦めないよと、応援して見つめていますね。勇敢に福島も打ち合ってきます。ラリオスのパンチをかわして懸命に得点を出そうとしている、しかしまた大きなパンチが飛んできた。いやよく踏ん張ってますよ、本当に、頑張ってますね。あの第1ラウンドいきなり食ってダウンを喫してしまったんですが、その後こういった大きなパンチ何度も受けていますが倒れません。福島むしろ表情が引き締まっています。福島アットワンツーだ、右ストレート、しかし手を返してくる福島。第8ラウンド残り45秒になりました。 WBC 暫定世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ワンツー来ました、ね、ワンツーアクセリー左返した、ここでレフリー止めた、テクニカルナックアウト、最後は強烈な左右の連打、オスカー・ラリオス初防衛成功、福島学ぶ世界初挑戦、夢の実現はなりませんでした。第1ラウンド早々のビッグパンチでダウンシーンがありました。その後もラリオスの大きなパンチを浴び続けていたチャレンジャーの福島学ぶ、しかし最後まで勇敢に打ち合いました。最後はレフリーのビクター・ドラクリッチさんが試合を止めました。8ラウンド2分27秒オスカーラリオスの TKO 勝ち、暫定タイトル初防衛に成功しています。今青コーナーでがっくりとうなだれている福島ですが、小林さん、はい、戦いぶりをどういうふうに見ましたか。そうですね、1ラウンドのダウンを見たときはね、はい、これは序盤にねちょっと倒されてしまうんじゃないかと思いましたが、はい、いやよくここまで頑張ったと思いますね。そうですね、はい、とにかく早い決着なのかと思ったんですが、その後の頑張りはこれは小林さん、これからにねつながると思いますね。そうですね、気持ちでは一歩も引いてなかったと思います。はい、今リング上では暫定タイトルを防衛しましたオスカー・ラリオスのへの認定証の授与、そして、表彰が行われています。浜田剛さんは今日の試合どういうふうにご覧になりましたか。やっぱり1ラウンドのあのダウンあれが痛かったですね、はい、だから出だし、まあ、これからの反省としてですね、出だしがどれだけ大事かと、はい、いうことを反省して、これからですねまだ底力を持っている選手だと思いますからね、はいはい、仕切り直してまた頑張ってもらいたいですね。森川ジョージオーナーがこれは言っていたんですが、 ある試合の時に、うん、後楽園ホールだったんですが、うん、入場する時に満員のファンを前にして、うん、福島が俺はなんて幸せ者なんだというふうにつぶやいた、うん、それを聞いた瞬間に、うん、森川オーナーは、うん、こいつはもうやめないだろう、とことんやるだろうというふうに思ったと言います、うんうん、まあ、ですから森川オーナーも高橋直人会長にはとにかく福島には納得させ、本人が納得するだけでやらせてやれというふうに言っているそうなんですが、うんうん、ですから2ラウンド目以降、はい、どうにか挽回賞挽回賞ということで倒されてはないわけですからね、はい、だから2回目から仕切り直してああいうふうなことができるということは、1回目からもっと自分の状態、そして相手のいいパンチを食わないということをできていたらと、まあ、やっぱり悔いが残る試合ではあるんじゃないですかね、はい、ただそれが次へ向けての小林さん課題ということではっきり分かりましたよね。そうですね、これだけの大舞台でね、はい、やったということは次に必ずつながると思いますので、そうですね、はいはい、さあリング上では
初防衛に成功したチャンピオンの表彰続いていますが、福島がリングを後にしています。懸命の声援も残念ながら世界チャンピオンには届きませんでした。お母さんの声援も虚しく、タイトル初防衛はタイトル初挑戦成功はなりません。